岡ちゃんです。みんな何しようとということで、はい、始まりました。今日はですね、さきちゃん以前バンカーの基礎編を撮りましたよね、うん、はい、今回はちょっと中級編ということで、中級編、はい、距離の長いバンカーショットですね、うん、はい、苦手ですね。まあもうプロもみんな結構嫌がります、長いバンカーショット。嫌ですね、絶対痛くない、はい、まあここから今日はですね、あそこの30ヤードぐらいの距離のバンカーショットを、まあ、どういうふうに打っていくのかなということをちょっと教えられたらなと思いますので、はい、皆さんよろしくお願いします。はい、というわけでさきちゃん、はい、嫌ですね。嫌ですね、このちょっと長めのバンカーショット、うん、ね、プロでも結構カーンとかダップが結構やっちゃうんで、うん、まあ難しい状況ではあるんですけど、まあ今回中級編ということですので、はい、じゃあいかが打ちましょうか、さきちゃん。そうですね、私は52度。ほう、はい、52度。そうですね、3度ではない、はい、52度で打ちます、はい、じゃあその辺なぜなのかあたりも解説しながらちょっと言っていただきましょうか、はい、52度使う、58度だと開く分やっぱ飛ばない、はい、まあまあまあ、確かに、はい、距離は出しにくいですね、はい、なのと、まあそんなこう大振りしなくても飛んでくれる、うん、なるほど、はい、うん、で私は52度を使います、はい、それとちょっとこう深く入っても52度なんでちょっと転がってもくれるかなみたいな感じで、うん、なるほどなるほど、ちょっと保険、なるほど、はい、で52度を使います。まあどっちでもナイスでもいいし、はいはい、ちょっと厚めに入っても転がってくれる、まあある程度いてくれるかなみたいな感じ。なるほど、はい、ではちょっとでは打ってみます。まあバンカー、まあ前回やったバンカーとちょっと同様ですね、私は、はい、あんまりちょっと開いて、はい、まあ、それもバンスをこう下にする感じですね、滑らせるように、はい、バンスをこう滑らすイメージをして、で開いた分やっぱオープンに構えます、はい、でその構えた方向に振っていきます、はい、という感じで飛びすぎましたけどまあまあでもね、はい、ちょっと薄めに入っちゃったから、はい、あ、やっぱ難しいね。むずいよじゃあ代わりにおがちゃんがやりますか。お願いします。バンカーの名人、先城がちょっと困っておりますねちょっとおがちゃん行きたいと思いますまあ私もですね、さきちゃんと同じでこの距離は52度で打ちます。というのはですね、やっぱりさきちゃん同様サンドウェッジでこの距離30ヤードぐらいの距離をフェースを開いてピンまで届かせようと思うと、まあ普通のバンカーショットのイメージではやっぱりピンまで飛ばないんです、うん、じゃあそれをサンドウェッジでピンまで届かせるためにはどうやって打つかっていうと、それはもういつもね、この辺に入れてるものがやっぱりボールに近いところに入れないと、砂を取る量を減らさないと前に飛ぶ力が弱く、ね、強く出ないということで、まあ、サンドで打つ場合はそこにギリギリに入れるイメージで打つんですけど、やっぱそれだとやっぱりリスクが大きい、やっぱりね直に当たってしまってカーンとホームランになってしまう、うん、まあそれをちょっと怖がって薄く入れようと思ってるんだけども手前に落とすドンと落ちちゃって全然飛ばないっていうことがあるんで、まあ52度でそこを、まあ52度でももちろんフェースは開いて打つんですけど、まあサンドウェッジを開くよりはまあ52度開いた方がまあ、ね、ロフト角も3度では立ってるから、まあ、ボール前に飛んでくれるよねっていう理屈であるんですけど、うん、まあ、打ち方としましてはもう本当一緒です、サンドウェッジと。ただクラブが本当に52度になっただけなんですが、ポイントとしてはサンドウェッジを開く時よりはそこまでガバッと開くイメージではないかなっていう、うん、まあ本当、まあ開くは開くんだけれども、そんなガバッと開かないで、まあ、程よく開くぐらいですね。うん、ではちょっと実際に打ちたいと思います。
まあ、どうですか距離は行ってますか今は、うん、これがやっぱり、まあ、長い距離のバンカーのポイントですから、まあ、今のなんかもう本当にサンドウェッジでバンカー打っていくイメージよりは多分手前に落ちてると思うんですよね、うん、まあでもこれもさきちゃんが言ってた、さっき言ってた通り今のは少し実際はちょっと自分の思ってる厚めに入ったんですね、うん、でもその厚めに入ってもまあ52度なんで前に飛んでくれてる分まあ距離もキャリーも出るし、うん、でそこからちょっと厚めに入ってスピンがほどけてくれて転がってくれるんですね、うん、でそれでピンまで届くと復帰打ちましょう。本当に基本的にはもういつものバンカーショットと同じ、ただちょっとサンドウェッジより開く量を減らすと、あとは一緒です。ひまじゅま、という感じで、もう私あれですよ。さきちゃんだるっちゃったでまあね、今52度で打ちましたと。で、まあ、52度でもちょっとこう振り幅がやっぱり大きく感じて難しいなと思う人はじゃじゃーん、ピッチングウェッジです。わー、なかなか皆さんあんまりこうピッチングウェッジでバンカーショットを打つとかっていうイメージってないと思うんですけど、はい、これピッチングウェッジでバンカーショットと同じように打つと意外とこれ簡単に出るんです、出るし球もやっぱり52度で飛んでくれます。というわけでちょっとピッチングウェッジでバンカーショット打ってみましょう。でやっぱちょっと顎が高いと厳しいんですか。そうだね、顎がちょっとこうすごい自分の背丈の倍とか3倍ぐらいあるっていうとはきついけど、うん、まあでもこれぐらいの顎だったらね、これぐらいだったら、もう本当に容量は一緒です、サンドウェッジみたいに。まあただやっぱりさっきの52度同様あまり開きすぎない、うん、まあ、程よく開いて、あとはもう一緒。え、うまー、まあ、ピッチングの分だけ52度よりもっと転がる、うん、まあ、だからこれは本当にあのちょっとね、あのじゃあ状況的にはグリーンの向こう側が池があって、うん、ちょっとキャリーでピンの当たりまで飛ばすのは怖いなっていう時なんかに52、まあ、52度だったりピッチングでちょっとね、キャリーはそんなに出さなくていいけど、でもそこからピッチングだとこうゴロ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 って転がってくれるからピンの当たりまで転がってくれるっていう、まあ、こういう使い方もあるんですね。確かに、すごい、なるほど、ピッチングでバンカーは新しい、ね、あんまり考えたことないでしょ。あんまりしないですね。もう一球打ちますね。あれ打ち方は一緒ですからね。打ち方は一緒、うん、本当いつも通りスタンドみたいにオープンスタートに構えてベース開いて、ただ違うのはあまり開きすぎない、うん、程よく開いて、あとは打ち方一緒だよ。まずうまい、ファイル、うーん、うま。というわけで皆さんぜひピッチング、まあ52度もそうですけど、まあピッチングなんかもぜひ練習で試してもらったらなと思います。でこれなんですけど、やっぱりこれは実際にあの基礎編とは違って中級編なんで、これはやっぱりあの実際にしっかり練習してもらった方がいいと思います。まあね、お近くの練習場で、まあ、もしバンカーの練習場があるところとかだとか、まあ、コースのね練習バンカーのあるようなところで練習場でちょっとこう、まあ、サンドと、ね、52度とピッチングとか持ってってもらって、まあね、ラウンド前だったりラウンド後だったりちょっとこうしっかり練習してもらうと、自分であこういう感じでボールが飛ぶんだなとか、あこれぐらいちょっと厚く入れるとちょっとやっぱり全然ボールが飛ばなくなっちゃうんだなとかっていうあたりがあの分かると思いますので、まあ、その辺は中級編ですので皆さんちょっと練習してあのぜひ試していただきたいなと思います。そうですね、はい、私も練習します。さきちゃん、さきちゃんもう一回ちょっと打とうよ。私も練習します。だからあれだよね、その開く量を少し減らしてもいいかもね。減らして、うん、
そっちの方がね、まあ前には行きますね、うん、飛びやすいかな。私も勉強になりました。これピッチングでのバンカーショットですけど、まあピッチングじゃなくても52度でもいいですけど、うん、女性ですね。女性で、まあ、やっぱりちょっとね、こう女性の中でもこう非力な方だったり、うん、あんまりヘッドスピードが速くないような方、バンカーショットやっぱり結構苦にしてらっしゃる方多いと思うんですよ、うん、そういう方はサンドウィッチ、その普通の、まあこのね、近くの距離とかでも、うん、52度を開いてもらってバンカーショットを行ってもらうっていうのも一ついいかなと思います、うん、っていうのがやっぱり52度の方が開いてもボールがやっぱり前に飛ぶ力が強いんで、うん、っていうところをまあぜひちょっと女性の方見てらっしゃったら、うん、あのサンドウェッジじゃなくてアプローチウェッジとか、うん、そうそうそう52度とかアプローチウェッジとか、はいはいはい、でまあ本当にゴルフはあのね、ちゃんとバンカーはね、あのサンドウェッジで58度で打たなきゃいけないという決まりはありませんので、まあ、ぜひね、ちょっとあの女性でバンカーお悩みの方なんかは52度だったり、まあ、できる方だったらピッチングとかでも長い距離は意外とね、練習したらできるんじゃないかなと思います、ね、まあ、ちょっとぜひ試していただいたらどうかなと思います。さあ皆さん、今回は30ヤードのちょっと長めのバンカーショット中級編ということでいかがだったでしょうか、はい、まあ今日もね、さきちゃんの方からポイントを言ってもらいたいと思います。はい、ポイント3つです。はい、1つ目ドドンドドン、サンドウェッジではなく、はい、52度やアプローチウェッジを使う。はい、はい、2個目ドドン、アドレスとかを、あ、アドレスとか2個目、はい、はい、アドレスはサンドウェッジの時と変わらない。はい、3つ目ドドン、3つ目うだぐだじゃないですかさきちゃん頼みますよ。3つ目3つ目程よく開くですお願いしますよさきちゃん、ね、サンドウェッジで打つ時みたいにこうガバッと開かないで、うん、ちょっと程よく開いてます、うん、まあね、この程よくっていうのはその個人個人で、まあ、言ってたより程よくよりもちょっと開きでもいいし、あ、俺全然開かなくてもいいな、私全然開かなくてもいいなっていう人はそれでもいいとか思いますんで、まあぜひですね、まあ、今回言ったバンカーショット、これは本当にあの練習して実践してもらったら長い距離のバンカーショット劇的に本当に変わるんじゃないかなと思いますんで、ぜひぜひ見てる皆さん、あの試していただいてですね、最後になりますが、この動画良かったら高評価の方と、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いしますということで、まあ皆さんちょっと試してみてくださいぜひということで、今回はこれまでで、さよなら。バイバーイ。頼みますよさきちゃん